はい、みやさん、こんにちは。はい、というわけで、クルリンボーディングを やりましょう。10本あるかを確認していきますか。まずはこうやってやって、これ全部で10本だね。だけど、一個多いな気がする。5、6、7、8、9、10。ぴったりか、それで。ぴったりかな。ぴったりならいいけど。はい、投げていきますか。いけ、ストライク。あー、失敗しちゃったね。失敗。あー、崩れないように気をつけてね、皆さん。こう。あれだっけ、6本でしょ、6本。あら、6本倒したのね。残り4本のスペアを目指そう。あれ、今飛んでった気がする。はい、皆さんは、これはなくしやすいから要注意してください。いきますよ。おーし、ドラえもんいい感じだね。次はストライクを目指すよ。ストライク。ストライクの狙い方ってどうやってやるんだろう。わかんないかな。よしか。ああ、ダメ。左右変えられるんだって。ほら、慎重にこっから狙ってけ。およし、並べて。あー、ちー5本取られましたね。スペア行くぞ、スペア。よしか。え？行くよ。ちょっとペガ弾きすぎたかな。なるべく強く弾かないで、弱く。スペアも、今回はスペア取ることはできませんでした。はい、というわけで、ドラえもんのボーニングじゃなくて、クルディンボーニングをやりました。それはまたね。あ、ちなみに、これを持ってますか？はい、よければチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくだぞ。あったねー。あ。
みんなそれとコメント欄で書き込んでくれるかな。またねー。